トロイ・ポラマルとロイ・ポラマルはアメリカ合衆国カリフォルニア州ガーデングローブ出身の元アメリカンフットボール選手。NFL 選手としてのキャリアを一貫して NFL ピッツバーグスティーラーズで過ごした。現役時代のポジションはストロングセーフティプロボール選出8回の実績を持つリーグを代表する守備選手であった。サモア系アメリカ人。2020年。 プロフットボール殿堂入りした。高校時代はアメリカンフットボールだけではなく野球、バスケットボールでも活躍し、野球では中堅守として西海岸全体の優秀選手であった。カレッジフットボールの名門南カリフォルニア大学にフットボールの小学生として進学。USC ではカーソン・パーマー、マット・キャッセルとルームメイトだった。一年時は控え選手として、 セーフティやラインバッカーとして8試合に出場し2サック、2ファンブルフォース、パントブロック1回の成績を残した。2年次からは先発ストロングセーフティとなり、チーム2位の83タックル、チームトップタイの2インターセプトを記録し、オールパシフィック10カンファレンスに選出された。3年次には、チームトップの118タックル6、彼の挙げた。 タックル数は大学のセーフティとしては1986年にティム・マクドナルドが挙げた140以来の数字であった。この年チームはラスベガスボールに出場しユタ大学との試合で彼は自己ベストの20タックルを挙げた。チームは6から10で敗れたが彼は MVP に選ばれた。大学ではマーク・キャリアー以来となるオールアメリカンファーストチームのセーフティとなった。 また、プロフットボールニュースウィークリー、NFL ドラフトレポートで、ファーストチームに、AP 通信のセカンドチーム、フットボールウィークリーのサードチームにも選ばれた。2002年も1試合を除き先発出場し、68、タックル、4パスブロック、1インターセプトを記録したが、足首の負傷で、アイオワ大学とのオレンジボールは2プレーだけ出場し、試合の大部分は、サイドラインで過ごした。 チームはディフェンスが相手を17点に抑え38から17で勝利した。この年も AP 通信、ウォルターキャンプ財団、ESPN のファーストチーム、スポーティングニュースのセカンドチームに選ばれた。大学からオールアメリカに2度選ばれたのはトニー・ボセリ以来であった。この年もパック1のファーストチームに選ばれ全米ベストのディフェンスバックに与えられるジムソープ賞のファイナリストにも オハイオ州立大学のマイク・ドス、カンザス州立大学のテレンス・ニューマンと共に名前が残った。4年間で36試合に先発出場、278タックル、6インターセプト、13パスブロック、パントブロック4回が彼の残した成績であった。2003年の NFL ドラフトで、 ピッツバーグスティーラーズから一巡目指名を受けて5年間で827万5000ドルで契約し入団した。スティーラーズは当初、タンパベイバッカニアーズに所属する第37回スーパーボール MVP となったデクスター・ジャクソンを獲得しようとしていたが、アリゾナカージナルスに奪われた結果、ポラマルの獲得が決まった。彼はドラフト候補のセーフティのトップ後と見られており、 ロドニー・ハリソンを失ったサンディエゴ・チャージャーズによる指名も考えられたが、チャージャーズはトレードで指名権をフィラデルフィア・イーグルスに渡し、スティーラーズが指名権を獲得した。スティーラーズは1巡目27番目、3巡目92番目、6巡目200番目のドラフト指名権と引き換えにカンザス・シティ・チーフスの持っていた全体16番目の指名権を得ていた。 スティーラーズからこの時トレードされた指名権でラリー・ジョンソン、ジュリアン・バトル、ブルックス・ボリンジャーが指名された。スティーラーズがドラフト一巡目でディフェンスバックを指名したのは初のことであった。大学最後の試合となるアイオア大学とのオレンジボールの試合開始前のウォームアップでハムストリングを痛めてほとんど出場できなかった彼は シニアボールと NFL コンバインに参加することができなかった。彼は USC のプロデーにパフォーマンスを見せてドラフトでの指名を得た。1年目の2003年シーズンは主にスペシャルチームでの出場だった。彼はスペシャルチーム中最多のタックルを挙げた。2年目の2004年シーズンから先発メンバーの座を確保しプロボールに初選出された。 翌2006年シーズンには政府機としての1試合3、サックの NFL 大記録を達成し、大学時代のチームメイトであるローファタトゥプノイル、シアトルシーホークスを破り、スーパーボール制覇を経験した。この年には、AP 通信が選ぶオールプロのセカンドチームに選出された。2006年には、AP 通信が選ぶオールプロファーストチームに選ばれ、翌年開催された。 プロボールでは初めて先発出場を果たし、同地区のライバルである、ボルチモア・レイブンズのエドリードとコンビを組んだ。2007年7月23日、トレーニングキャンプ開幕前に2011年まで当時、NFL のディフェンスバックとして、トップの3019万ドルで契約を結んだ。ESPN のインタビューに対して彼は、自分は何度も移籍するような選手にはなりたくないと、明かした。 このシーズンは膝や脇腹の故障に苦しみ、11試合の出場、q b サック、インターセプトともに0という結果に終わったが4年連続でプロボールに選出された。シーズン終了後には膝の手術を受けた。ポラマルは故障の原因を前年の無理なウェイトトレーニングだと考え、オフにチームから離れて USC 時代のトレーナーと専属契約を結び、ロサンゼルスで 独自のトレーニングを行った。このシーズン中にスティーラーズ75周年記念で選ばれたオールタイムチームに彼も選出されている。2008年シーズンはハムストリング中でトレーニングキャンプに出遅れたが開幕には万全の状態で間に合い、3年ぶりに全試合出場を果たした。また、自己最多の7インターセプトをマークした。 オルチモアレイブンズとの AFC チャンピオンシップゲームの第4球に相手 QB、ジョー・フラッコからインターセプトを奪い、そのまま40ヤードのリターン TD を決めて試合を決定づけた。ラリー・フィッツジェラルド、カート・ワーナーとの対決が注目されたスーパーボールではアシストタックル2回のみと目立たなかったが、スティーラーズは3年ぶりにスーパーボール制覇を果たした。2009年シーズンは、 テネシータイタンズとの開幕戦で左膝を負傷し、退場した。検査の結果、内側側腹人体を故障しており、戦線を離脱した。診断の結果、手術の必要はなく3週間から6週間後に、復帰できる見通しとなった。2010年シーズンには、第13週のボルチモア・レイブンズとの試合では、第4級にジョー・フラッコをサックし、ファンブルを誘発。 第14週のシンシナティベンガールズ戦では45ヤードのインターセプトリターンタッチダウンを上げるなどの活躍により2週連続で AFC 最優秀守備選手に選ばれた。AFC の守備選手で2週連続選出されたのは1990年のブルース・スミス以来のこと。この年、アキレス腱の故障で2試合に欠場したものの63タックル、7インターセプト、 一ファンブルフォースの活躍でシーズン最優秀守備選手に選出された。2011年9月10日、スティーラーズと4年間最大3650万ドル、2014年まで契約を延長した。9月11日のボルチモア・レイブンズとの開幕戦でのリッキー・ウィリアムズへの危険なタックルにより NFL から15000ドルの罰金を科された。2012年7月、 ダンパトリック賞で過去に8回か9回起こした脳震盪について実際はそれ以上起こしていたがチームスタッフにその事実を隠したことがあると告白した2013年第12週のクリーブランドブラウンズ戦で4タックル1サック2ファンブルフォース1ファンブルリカバーを挙げて週間 MVP に選ばれたプロボールに選出された2015年4月10日 スティーラーズは、ポラマルが現役を引退することを正式に公表した。ボールを保持した選手を豪快なハードヒットで倒す、激しいプレーが持ち味のリーグを代表するセーフティー。縦横無尽な動きで相手 QB を悩ませ、ランディフェンスでもボールキャリアーの行くところに必ず、ポラマルの姿があると評された。ディフェンスバックでありながら、ラインバッカーに近いポジションでこそ力を発揮する。 選手であった。特に、ランストップでは結出した能力を誇り、鉄のカーテンと呼ばれるリーグ屈指のスティーラーズ守備陣の要であった。また、試合終盤に勝負を決める INT を奪うなど、ここぞという場面で、勝負強さを発揮した。2009年スーパー、スティーラーズの選手では、エースキュービーベインロスリスバーガーや WR、ハインズウォードをもしのぐほどの絶大な人気を誇る。 CBS のプレイオフプレゲームショーという番組の中で彼が最後に散髪をしたのは2000年であると答えている。敬虔なクリスチャンであり、アウェーでの試合の前にはたびたび教会を訪れている。巡礼への旅でかつてギリシャやトルコを訪れたこともある。普段は神を信じる温厚な人柄のポラマルであるが、試合では普段とは違う強く激しい感じ。彼は妻の影響で 聖教会のクリスチャンであるが、プレー後に十字を切るポーズではその教え通りに、右から左へ十字を切っている。彼と家族は、フットボールシーズンはピッツバーグで、オフシーズンはサンディエゴで過ごしている。フィールド上での激しいプレーとは、打って変わって、普段は温厚な性格であり、マスコミのインタビューに対してもあまり姿を表さず、試合後にチームメイトと食事に出かけるよりも、 家族との時間を優先させるタイプである。趣味は、ガーデニング、家具作り、ピアノを弾くこと。第43回スーパーボール開催中、ミーンジョーグリーンの有名なコカ・コーラの CM のリメイク版として彼が起用された。マッテン NFL10 のカバーにアリゾナカージナルスのラリー・フィッツ・ジェラルドと共に起用された。ジャクソンビル・ジャガーズの RB コーチのケネディ・ポラは、彼のおじにあたる。 また別の叔父はペンシルベニア州立大学でノーズタックルとして1984年から1988年までプレーしていた。ありがとうございます。